セルマリッターはアメリカ合衆国の女優、ニューヨークブルックリンに生まれ、幼い頃から演劇に興味を持ち、小学校時代から舞台に立っていた。ハイスクールを卒業後、アーダで本格的に演技を学ぶ。舞台で様々な経験を積んだが、一時引退し、子育てに専念した。1940年代に仕事を再開し、ラジオで活躍するようになる。 映画初出演は1947年の34丁目の奇跡で、早くだが、プロの注目を集めた。翌1949年の三人の妻への手紙では、かなり重要な役が与えられ、さらに同監督のイブのすべてでアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされた。裏窓の看護婦役など、1950年代から1960年代を通じて、 個性的な脇役として映画ファンに親しまれた。アカデミー賞のノミネートも通算6回にわたったが、結局オスカーを手にすることはなかった。1957年、ブロードウェイミュージカルニューガールインタウンに出演したリッターは、共演のグウェン・バードンと共にトニー賞を受賞している。1969年2月5日、ニューヨークで心臓発作により死去。ありがとうございます。